ックス、もう一度はい捕まえて、ヘッドバイパーラストキック、さあしっかりといきますよ。まあ食べながらでも結構です。しかしっかり腕を回して、はい、次で完璧に敬礼を決めるぞ。はい、はい、回して回して、はい、回して、 OK、 はい、回しょう。はい、OK、 はい、OK、 はい、OK、 はい、OK、お送りいたします。あ、じゃあ見ていってください。最後あのラジオ体操第2では参りましょう。本日のラジオ体操第2、スーパーミラクルエクササイズデラックスエンションゴールデンエクササイズミラクルハートフルレボリューション、サンキューエブリバディ2000ミュージックI'm sorry.
ちゃんお米屋さんなんか、このおっちゃんの売ってるお米作ってたこの美味しいポン菓子で、ポン菓子の作り方を知ってるよって言ってる方、お父さん作り方わかります？でこのポン菓子、実はとてもとても繊細なお菓子です。でさっき気圧って言葉もあったけども、気圧だから天気だとか気圧によってどうしても完成が左右されます。でもしかしたら、もしかしたら失敗するかもしれない。そうそうそうだ、やっぱりそれはやっぱり人でやることだからね。もちろんおっちゃんもお兄さんも頑張るんだよ。でもし失敗したら、いいか、もし失敗したらだよ、そしたらね、この後1時45分に作ります。どうぞ。で、その回でね、楽しみにしていただければ。まあでもこの回も一生懸命作りますから大丈夫だと思います。一緒に頑張るからね。さあ行きますよ、よいしょ。では米屋中富クロールのポン菓子温度開演。拍手お願いします。ありがとうございます、ありがとうございます。さあ、では皆さん手拍子お願いします。ありがとうございます。今日の方もどうぞ使ってみてくださいね。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。さあ皆さんお選びにいきましょう。出来立ての熱々が一番美味しいので、もし買っていただける方はあとこちら並んでいただいて出来立ての美味しいポン菓子を食べていただければと思います。どうもありがとうございました。いや、ありがとうございました。Yeah!
覚えてきたら嬉しいです。